はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で59回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は、航空崩壊についてですね、中部共同病院の、歯科の、大城匠先生にですね、お話を伺いたいと思います。大城先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず先生の自己紹介お願いできますか。はい、先ほど島袋さんからもありましたけども、沖縄市にあります中部共同病院で歯科医師をしております、はい、大城匠と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先生、出身地はどちらですか。はい、那覇の隣の豊見城市です。豊見城市、はいはい、豊見生協病のあるそうところですね。もう、はいはい、よく知ってますずっと豊見城ですか。そうですね、もう大学以外はもうずっと豊見城。大学以外は帰ってきてからもずっと豊見城。あ、豊見城で。そうですね。はいはい、ずっと長いんですね。はいはいはい。それで趣味というか休みの日とかどんな感じで過ごしてますかね。はい、中学校ですね。あと高校とかの大学のバスケットをやってたので、はいはい、今はもうゴールデンキングス、はいはいはい、それの応援をしてます。でもともと体動かすのが得意なんですけど、はいはい、今はもう週末 のランニングとか、あ、グ、まあ、日々そう筋トレとかしながら体鍛えてます。何キロぐらい自然走るんですか。土日とかは 5、6キロですかね。5、6キロ、うん、また今はもう出てないですけど、今ハマラソンとかね、はいはいはい、今はちょっとコロナで中止になってるんですけど、うん、走れないようなってその時はまあ走り込みますけど。あ、すごいですね全部走るんですよ。 42.5走りますよ。お金も払ってるので、はい、お金も払って沖縄マラソンとかね、小橋ハーフとか、小橋ハーフですね。早くもう走りたいですけどね。うずうずしてるんですありがとうございます、はい、そっか、マラソン僕は本当に苦手なんですよね。ちょこっと走るとね、うん、短距離だったらねまだいけるかなとか思ってますけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、で食べ物とか、まあ、好き嫌いありますかね。いや、もう全然ないですね。もう何でも食べれます。いいですね、はいはいはい、朝はどんな感じなんですか。朝はもうほとんどもう和食ですね。和食、はいはい、もう納豆は欠かせず僕の苦手な納豆にキムチとか、ね、もう納豆キムチで、はい、僕はもう匂いかなネバネバかなネバネバですか。どっちから苦手なんですよ、はい、よくラジオでも話しますけどね、ちょっとダメですねあとね、アーティストとかそういった好きなアーティストとかいますかね。はい、そうですね、もう中学校とかもずっと好きなのは、はい、桑田佳祐さんっていう、もうサザンオールスターズとか、はい、あと福山雅治さんとか、はい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 、あとミスターチルドレンとかですね。まあ、最近玉置浩二さんも好きですね。最近、ね、最近というか、まあ、安全地帯の時も知ってますけどね。いいですね。なんか世代ですね。なんか同じ、そうですね、匂いを感じます。もう今の曲も聴けますけどはい、はい、やっぱカラオケとかで歌うのは、まあ、当時のとかですね。最近の曲難しい、ね、難しい。ボンボンボンかね。そうですね。うぜうぜとか、ね。はいはい、ありがとうございます。うん、なんか桑田佳祐はなんか思い入れがあるんですか。もう桑田さんはもう神ですね。神。まあいろんな春夏秋冬にある曲も作れますし、嬉しい時悲しい時とか、うん、落ち込んだ時にも聴ける曲がもう満載で、はいはいはい、もう本当一年中お世話になってます。なるほど、お世話になって今でも今でもそうですね、もういい曲ばかりで、うん、もう本当素晴らしいです、はいはい。ファンクラブにも入ってます。あ、ファンクラブ入ってるんですか。すごいな、思い出がすごいですね、はいはい、ありがとうございます。桑田佳祐、ね、いいですよね。いいですね、うん、もうね、60還暦過ぎてもね、還暦あ過ぎてるんですか。もう元気ですね、元気です、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れますね、
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日のテーマはですね、航空崩壊についてということで先生にお話したいんです、お話を伺いたいんですけど、まず航空崩壊、なかなかね、はい、聞かない言葉なんですけど、航空崩壊とは教えていただけますか。そうですね、まあ、最近は新聞の紙面とかテレビのニュースとかでもですね、はいはい、航空崩壊という言葉はよく出てますけども、はいはい、ちょっとやっぱ知らないリスナーさんもいらっしゃると思うので、はいはいはい、簡単に説明したいと思います。はいはい、まず航空というのは、はいはい、お口の中を全体を指し示す言葉 で、はいはい、でこの航空崩壊というのはその口の中の環境が著しく損なわれている状態のことを指しています。で歯医者のね二大疾患って言ったら虫歯と歯周病なんですけども、はいはいはい、この口腔崩壊っていうのは虫歯が10本以上あったりだとか、まあ、あとはですね歯の頭の部分、はいはいはい、エナメル質ってところがなくなって、はいはい、歯の根っこだけの部分がしか残ってない状態が多数あるような状態ですね。はいはい、ただ僕ら歯科医師が見てても、はいはい、明らかにもういつもと違うようなお口の状態、はいはいはい、もう明らかに本当に違うっていう状態が、はいはいはい、もう航空崩壊っていうものですね。じゃあなかなか根っこが残ってる状態っても分かりづらいんじゃないですか。そうですね、 1,2 本とかではないので、まあ、明らかに普通に外来に来てる患者さんとは、はいはい、全然違う、全然違う環境で、これおかしいなというような気づくのが航空崩壊の実態です。はいはい、じゃあかなりもう やばいって言ったらあれですけど、すごい状態になってるっていう感じですかね。はいはい、でその航空崩壊がですね、はいはい、知られる発端となったのがあるんですけど、2012年に大阪府歯科保健医協会が行った、はいはい、学校歯科治療調査という、その調査があったんですけども、学校の検診のですか。そうですね、その保健協会独自のですね、はいはい、調査を行ったんですけど、その学校歯科治療調査っていうので見えてきたのが、はい、良好なお口の状態を保つ子どもたちと、うんうんうん、お口の環境が著しく崩壊している子どもたちの二極化が進んでいる実態が分かって、綺麗、はいはい、な状態の人と子供と、そうです、もう明らかにボロボロな状態があって、これが報道されて全国的にも大きな反響を呼んだのがありますね。すごい、ね、なんか二極化するんですね。そうですね、でこれがいいと悪いとっていう感じで大阪だけでじゃなくて、はいはい、全国各地で調査したら、この沖縄県も含めて、はいはい、やっぱ深刻な航空崩壊、乱れてる実態が浮き彫りになってきた。でまたこれが子どもだけじゃなくて、はいはい、成人層だとか高齢者の層にも出てきてるって、二極化出てるような全体的にですね、それがもう今に至ってこの報道されて知れ渡るようになったのが実態です。はい、はいはい、なるほど。あと航空崩壊のその背景って言いますかね、そのはどんな感じ。そうですね、そのなるっていう、まあ、今の聞いててもあれですけど、まあ、虫歯とかね、はいはい、そういうのは歯医者に行って治療していないだけじゃないかっていうのがあるんですけど、はいはいはい、この航空崩壊っていうのは単なるこの治療をね治してないという背景、単純なものではないんですよ。で複雑な背景があって、私たち歯医者の方も、はいはい、保育園とか小学校でね、はいはい、学校歯科検診を毎年行っていて、はいはい、受診結果の用紙を学校からこう持たされてね、島袋さんもあると思うんですけど、むしろ何本ありますから行ってくださいって、あるんですけど、なかなかですね、受診率っていうのはこれ昔から上がらないんですよ。でじゃあ制度がないかっていうと、今はね学校の就学援助とかでこの医療費の方を免除されるものとか、あとは生活が苦しかったらですね、生活保護だとかそういうの治療の負担が少ない医療券が発行されたりとかで、制度自体は広く周知されていると思うんですよ。それはちゃんと、まあ、ちゃんとというか受診できるような制度は、そうですね、制度はあるにもかかわらず、なぜか低い受診率になっていると。これはね、歯科だけじゃなくて、はいはいはい、眼科とか目が悪いから眼科行きなさいよって学校で持たされるんですけど、なかなかそこの分野も受診率が上がってないというのが新聞とかにもね報道されてたところです。でそこにはやっぱり保護者のですね、やっぱり歯科保険に対する歯の意識の低さっていうのも、まあ一つあります。まあどうせ入試だから歯変わるだろうとかですね、まあ大人だったらまあたかが歯の一本っていうのがあるんですけども、まあここら辺は私たち歯科医師の啓蒙でも最近はね、そういうのはあまりなくなってはきてるんですけども、確かに一本とか二本なくてもいいかな、いいかなって歯科の先生の場合で、そうですね、ないと大変なことになるんですよ。
ただそういう認識だけじゃなくて、もっと深刻なね背景があって、この健康に気を配るようなね余裕がなかったりとかして受診にたどり着かなかったりするのはもう深刻、しかってですね、痛くないっていうか症状がないとなかなかいかない、そうですね。僕もこの間去年かな行ったんですけど、5年ぶりって言われて毎年おいでって言われましたそうですね、長いよって言って放置するよと、ちゃんと毎年研修受けてねって言われましたわかりましたでこの口腔崩壊はさらに、はい、やっぱり深刻なのはね、家庭環境とかが深刻なケースがあって、はいはい、あと沖縄って母子家庭とか父子家庭の新聞でも多いって言われてるんじゃないですか、はいはい、でそのためこう仕事の休みとかが取れずにですね、お子さんが歯が痛いって言っても連れていく時間がないだとか、あと保護者が共働きでなかなか仕事が休めないとかですね、そういうのとかもあるし、まあ悲しいですけども育児放棄の実態というのもあります。ただこういう複雑な家庭環境はね、子どもたちが自ら改善したくても自分の力ではどうにもできないからね。どうしても親がね関わりとか大人が関わらないと、そうですね。だから抜け出せないちょっとね要因になってますね。なるほど。であとは沖縄の場合は経済的な問題というのは大きな問題です。やっぱりその大きい経済的な理由というのは、年収の方もまだ全国でも最下位ですし、やはりそうなると使うところっていうとは食費だとか光熱費、やはり医療費っていうのは後々後回しになる、そうするとねやっぱりどん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 お口の中に気を配ることもできずにひどくなってくる。やっぱり初期のうちに治した方が歯の方はもう絶対いいんですよ。だからちょっとしみる程度の時にね、それがやっぱりもう深刻になると、本当たかが歯って言っててもこのパンパンに腫れたりだとか、本当にまあ命を落とすようなねきっかけになる時もあるので、それぐらい一本の歯っていうのはないですね。で今もうコロナでね、コロナ、さらにもうちょっと仕事の方ね、仕事も大変だし、ね、受診もあれですかね、やっぱりコロナで受診控えっていうのは、はい、もう受診控えもありますし、明らかに影響を受けてるところ、観光業だとか、食用とかっていうのは影響を受けて受診抑制が進んだ実態もこの間コロナ禍であります。やっぱり経済的なところっていうのも経済的な問題を、仕事がないので仕事とか、日々のこの治療費、いくらかかりますかっていう問い合わせもこのコロナ禍で実感、現場では実感として増えてますね。なるほど、結構大変ですね、このなんていうんですか、この普段の生活だけじゃなくて今コロナで、そうですね、受診ができない、受診ができない人っていうのはって、歯だけじゃないんじゃないですかね、糖尿病でね悪くなってる方もこの間コロナ禍で数値悪くなってる方もいますし、ちゃんとねコロナの中でも受診するっていうのはそうですね、大事ですよね、受診でできるような環境を作っていかないとね、いかないかなと思います。はい、先生ちょっとお知らせ入れますね。はい、ありがとうございます。経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。先生今ねいろんな、はい、経済の的な問題とかいろいろお話しあったんですけど、この口腔崩壊と格差
と貧困の連鎖っていうのは止められることっていうのはできるんでしょうかね。そうですね、難しいテーマですよね。ただよくあるのが自己責任論っていうので、言葉でも自己責任だよってこの言葉で片付けられることがこの問題多いんですけど、僕はやっぱりこの自己責任論っていうこの言われがちな風潮にはね、少しやっぱ警笛を鳴らしたいなって思います。やっぱり今言ったように、ただお口の状態だけを見て、子どもの口腔崩壊だったら、親の責任だよ、学校の責任だとかね、磨かない子どものせいだよって言って自己責任ってなる、元の場合はもっと端的に、もうあんたの責任でしょっていう形で一言で片付けられることが多いんですけども、さっき話したようにその状態になるまでに、果たしてこのお口の中だけでは知ることができない背景というのまで、家庭の環境だとか経済的、そうです、そこまでをちょっとね見据えた上で、この目の前の人が自己責任なのかそうじゃないのかっていうのをちゃんと見定めていかないといけないなというものが思いますよね。今コロナでね、仕事を失ってやっぱり生活しないといけないですからね。それでもそうです、それ、そういう思いというのもね、やはり組めないといけないですし、でまた沖縄の場合はですね、4人に1人の子どもが貧困という悲しいデータも出てますよね。ってことはこの私がこっちのスタジオに来るまでにすれ違った子どもの中にも、そうやって貧困ので会えている子どもたちもいるなっていうの、だから一人一人がやはりこの、この子困ってるんじゃないか、この親困ってるんじゃないかっていうところの気づくアンテナを高めていくことが、まずはちょっと地域で必要かなって気がします。であとやっぱり貧困者っていうのは、自分がですね、貧困なんですってやっぱり言いにくいです、言えないですよ、やはりそういう中で必死でね、この貧困から抜け出そうとしてもがいてるかもしれないですしね。だからそういうのを一人一人が気づく、または地域で気づく、であとはやっぱり行政が気づくっていう風にしていかないと、全体でね、全体ですね、そこだけが悪いんじゃなくて、そこだけじゃなくてっていうのが、かなりどうしたら止められるかって大きなテーマで、これですっていうのがね、やっぱり言い切れないところがあるんですけども、なかなか難しいではありますね。なかなかですね、ちょっとやっぱりアンテナというか気づきを、そうですよね、やっぱりね必要かもしれないですね。そうですよね。で今幸い沖縄県もそうですけども、県を挙げて子ども食堂だとか、あとは居場所づくりとか言ってね、この沖縄プロジェクトとして、大きな広がり、過去にないような例が出てますよね。でやっぱりそういうコミュニティがあることによって、子どもや親がこの困ってる子たちがね、この孤立するのを地域で支える取り組みが県内今広がっているというのは、私結構広がってますよね。そうですね、ここに一つの大きなね、なんか光が見えるかなって期待はしています。そういう中でね、チャタンチャタンの支部も、子ども食堂を始めたんですけど、そうなんです、で、コロナで、組合活動、我々の活動やらないでねっていう方針出してたんですけど、行政側がやってくれっていう要請があって、でやっぱり僕らもどうするか、この感染対策どうするかっていうので、この支部の人たちは、職員とかボランティアが作って持っていくっていう弁当にして届けるっていうのを最近やってました。これまではね、集まったところにその食べ物を配るっていうか、そういったのね、作ったのを食べさせてたんですけど、それがやっぱり集まれないから弁当届けようねっていう取り組みやってました。素晴らしいですね。発想を変えてというか、行政がやってほしいっていう、やっぱりそういった困ってる人たちいるよっていうことでありましたね。だから今このコロナになって、なんていうんですか、昔は僕たちが小さい時は地域でこう囲まれてるコミュニティに、ご近所さんに囲まれてることがあったのが、最近になってコロナ前はなんかこの近所付き合いも希薄になってたのが、今コロナによってさらにこういう地域で支えようとか、だからいい感じに戻ってきてるんじゃないかなと。この人間関係のね、みんながこの他の人まで助けようとか、ちょっと気に引っ掛けて、素晴らしいことだと思います。早くねコロナが落ち着いて、開けてほしいですよね、本当にね、開けてこの風土でね、続いてほしいなというのがありますね。ありがとうございます。最後にね、ちょっとお話を伺いたいんですけど、歯の今お話でね、歯を失うと、どんな影響が出てくるのかなっていうところ、ちょっと
お聞かせ願いますか。そうですね、さっき島袋さんも歯が一本ぐらいはって言ってたんですけども、ね、僕らはその一本を守るためにちょっとやってるんですけどね先生に怒られるいやいや大丈夫ですよ。ただね、やっぱ一本一本の歯を失うってことは、ただ噛みにくくなるという単純なものだけではないんですよ、うん、はいはいはい、このたかが一本という意識ものでね、うんうん、後々大きな影響出てきます、はいはい、特に子供の場合でしたら、うん、乳歯って言ったらどうせ生え変わるからいいやってなりがちですけど、はいはいはい、そう思いますよ ね、 あの乳歯はその後に出てくる永久歯が生えてくる場所取りをしてるんですよ、はいはい、それが早く抜けちゃうと、はいはい、他の歯に影響してくる、そうです、歯並びが乱れて、うんうん、将来それが引き金で虫歯になりやすいような、はいはい、管理がしにくいような、こう、うん、僕は歯並び悪いんだけどにつながってきます。であとはね、やっぱりしっかり噛めないと子供さん の、 あの変色を招いたり、あと栄養バランスが乱れて成長もね、うん、妨げる危険性にもなるし、うんうんうん、あと見かけで子供の場合だったらいじめにねつながったりする事例もありますね、歯もとかって言われたりとか、そうです。であとはやっぱり歯があることによって運動能力だとか学習能力、そういうのにも、その辺も変わってくるんですか。そうです、うん、そこにもあの影響が出るっていうのは、はいはい、いろんな実験からも出てますね、スポーツなんかでもね、その食いしばるとか、そうですね、そういう恋というか、やっぱり歯大事に、うん、そうですよね、スポーツ選手も、ね、歯を大事にするっていうのは、うん、やはり力出すときには噛み締めないとできないので、うん、はいはい、ボロボロだったら、ね、ボロボロだとやっぱりあの 力出せないですよね、うん、なるほど、はいはい、であとはまた高齢者になってもですね、うんうん、噛み合わせが崩壊している高齢者は転びやすい、はいはい、うん、転倒しやすいっていうの、転倒しやすい、そこにきちんとあの歯を入れ歯なりできちんと回復すると、うんうんうん、その運動能力もやっぱ高まるっていうのも出てますし、変わるんですね、この歯があるのとないのとで、そうですよね、うん、であとはやっぱり噛めないと高齢者の場合、はいはい、最近フレイルっていうことが出てますよね、低栄養になってきちんと食事が摂取できないことによって、うんうん、それが将来的な健康寿命も短くなったり、はいはい、介護の必要になる期間もね、うんうん、早まってくいますので、はいはいはい、あの歯の健康は子供の時から始まって、もうちゃんとやった方がいいと思います。なるほど、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、少しだけ時間ありますけど、はいはい、2,3 分なんか付け足すのあります、まあ、皆さんにあのお知らせとでもいいですしそうですね、大体お話は終わりましたが、はい、まあ、まあ僕らあの日々今歯医者やってますけども、はいはい、やはりあの痛くなってからね、うんうん、やっぱりあの歯医者に来ると僕らもやっぱりちょっと予約の患者さんもいてはいはい、はい、あのやっぱり見てあげたいんですけども、うんうん、やっぱり患者さんの方もあのだいぶね、待ちながらの対応になっちゃうので、はいはいはい、うん、ちょっとしみるだとか、はいはい、ちょっとおかしいなってい う、 ちょっと歯が動くなとかっていう時点で来ることが、あの治療期間も短くしたりできますし、治療費の方も、そうなんですよね、時間かかるんですよね、そうです、一回で終わらない、そうなんですよ、皆さん何日で治してくれとかね、あの特に年末年始あの正月に近いといついつまでにいっちゃうんですけど、あの大工ではないのではい、はい、きちんとしたあの治療行為で治療した、うん、あのする順番があるので、はいはい、うんうん、それにのっとってやると案外歯の治療っていうのは時間がかかってきますね、うん、ますね、うん、まあ、それでもちゃんと治した方がね、そうですね、いいということですよね、うん、はいはい、じゃあやっぱりもうものすごく痛くなってくるんじゃなくて、そうですね、ちょっとなんか症状があるよっていう、ちょっとおかしくても、あの気楽に、はいはい、あの歯医者の方も利用しながらですね、うんうん、あの歯の点検をして、はいはい、日々の歯の健康につなげていってほしいなと思っています、はいはい、ありがとうございます先ほどね、なんか歯のその内とかいろいろ歯の、まあ、状態でも、はい、健康状態もね、はいはい、やっぱり他の体にも影響するっていうのもね、そうですね、分かりましたのでね、やっぱり大事な、うん、大事です、部分ですね、あのお口は入り口ですので、はいはい、ここがあの他の健康の方に、うん、内臓とかね、軽視しがちですけどそうなんですよ、はいはい、まあ、うん、まあ、ちゃんと治療もねやった方がいいし、僕もちょっと検診行かないといけないなと思ってるんですけど、はい、あと歯ブラシとね、あのフロスも使って、はいはい、フロスも使って日々 の、 あの歯磨きの方も頑張ってください、はい、皆さん、はい、先生ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ楽しい時間でした、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、皆さん、これからもですね、ラジオを通して、沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部 098-850-9004 までお願いいたします。今日先生どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。
また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。